ウィザーズ里帰り。先日ウィザーズ日本語コンテンツチームは八村塁選手の故郷富山に取材に行ってきました。その様子を改めてご覧ください。八村選手のホームタウンにやってきたので、まずは地元のバスケファンに話を聞きたいと思います。八村選手ってまずこの富山の人々にとってどんな存在なんですか？いや、もうスターですね。もうかけがえのない存在です。富山が生んだスーパースターです。僕たちとかの夢になったりするんで。夢ですね。あんなプレーしてみたいなって。やっぱりドラフトの時がもう富山県中涙涙でもう坂本コーチのあのシーンを見ると今でも泣けるっていうくらい、あのみんなで応援してるんですけど、はい、なので頑張ってほしいですドラフトの瞬間に号外が配られてとか、もう地元の皆さんが一気にわーってるいくんありがとうっていう気持ちに包まれてたので、すごく嬉しいですね。富山っていうワードが世界中で出るんだっていうことが。ドラフトの時にルイ・八村富山ジャパンと言われた時は本当にあの富山の人はみんな感動しました。八村選手は、ね、富山にとって奇跡であり大変な誇りです。駅から歩いてすぐのところに富山市総合体育館があるんですが、ちょうどその横、ここに 3×3 のコートが作られるんです。工事は来年の2月までを予定しております。コートのこけら落としは翌3月の下旬を今予定しておるところであります。やっぱりその八村効果っていうのが後ろから、背中を押したっていうことは事実だと思います。富山市から30分くらい離れた高岡市に来ているんですが、八村選手が中学生の時に通っていたバスケットボール専門店にやってきました。一番初めて来た時とかって覚えてます？なんとなく覚えてます。どんな感じでしたか？可愛い感じでなんかニコニコっとしながら入ってきてて、でその社長が May I help you? みたいなことを言ったら日本語しか喋れませんって言った。当然ね、本人もまだ中学校高校の時もほとんど英語喋れなかっただと思いますけどね。英語インタビューとかね、何だか話してるの見ていかがですか？いや本当にもう天才だなと思いますよね素晴らしい。バスケだけじゃん、語学もね。そうですよね。理解しないとあんだけのことは多分喋れないと思いますから、ずっと努力したんだなと思ってます、はい、そして八村選手の恩師、奥田中学校の坂本ジョージコーチに話を聞くと、一般のバスケットのプレーの中でシュートが落ちたとかパスミスが起きたとか、そういうものは全然怒る対象にはならないから、ただその諦めたっていう、その投げやりになったっていう、そういう時にとにかく立山連峰でも見させてですね、立山連峰見てみろって、どう思うって、どうでもいいと思うか、どうでもいいって思うことがな、どうでもよくなくなんねんって。中学3年、中学卒業するまでの間っていうのはやっぱり相当大人になったというか、人間として成長しました？もう全然全然本当に、で仲間に対するリスペクトっていうかね、それも全然変わったし、最初はもうみんながこう教えてくれてるわけですよ、そのうちにどん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 自分の方が上手くなっていくわけですよ。ルイ・ハチムラ from Toyama, Japan, and Gonzaga University. ママが電話してくれて、ルイに代わってくれて、よかったなっていう、コーチやりましたって言ったら、ね、全てコーチから始まりましたって言われたかな、なんかすごいこと言われて、誰が用意したんだお前その言葉みたいな、なんかなほろほろって来てしまいました。Rui right there to Hachimura with a rebound, the lefty dunk. Rui Hachimura for three. Rui Hachimura had a big three against Milwaukee. やっぱりずっと最後まで、あれはすごい選手だったと語り継がれるように、でお前だって原点だもんって、夢は大きい方がいいけども、あんまり夢言うと押しつぶされてしまうから、だから毎日毎日昨日より頑張れた、昨日よりやれた、これはね、もう徹底して言ってるから、多分それはね、まあやつの、その今の生き方にも絶対俺生きてると思うんですよ。一日一日。でやれば、いつの間にかあいつ15年も20年も NBA いたんじゃねえかって、って言われるように、まあそういうふうに応援したいなって。